レンレンオンラインニュースのアンカーエレンです。今からニュースを始めます。まずはじめに、なんと日本の空で UFO が発見されたという情報が入ってきました。まずはこちらの映像をご覧ください。こちらは会社付近で UFO が発生していることが発覚されました。2021年3月1日、レンレンオンラインのメンバーの一人、ドラゴンが会社で発見した映像です。飛行機、UFO が飛行機を追うように見えていることが発覚しました。僕を見た時もちょっと少し怖かった。そうです。次です。世界中の小道具や本の上などに竹を加えた女が乗っていることが発覚されました。まずはこちらの写真をご覧ください。こちらは竹を加えて目がピンク色の女性です。足は和風な感じがしますね。髪が長く爪は鋭いです。この竹は何だろう、金槌かな。いやー、僕もねこの女の人ね見ましたよ。なのでちょっとこれは怖いですね。3つ目です。日本のレンレンオンライン地区によってわずか1センチの隕石が海辺に墜落しました。2021年9月12日、レンレンオンライン地区の海辺に1センチの隕石が落ちました。これでレンレンオンライン地区には5センチの津波が襲ったと言われています。死者はいないらしいですが、未だに行方不明者は1人とされています。たった1センチの隕石でもこんなに人に影響を及ぼすんですね。じゃあレンレンオンライン地区の隕石の情報を中継で下げます。エレさん、はい、こちらが1センチの隕石とされていますね。こちらは重さはだいたい15トンとされています。海に衝突しても津波が出る程度おかしくないぐらいの重たさですね。ちょっと重たい、とりあえずここで中継を中止。あの隕石結構小さかったですね。これでニュースは以上です。次のニュースもぜひ見てください。